第13回スーパーボールは1979年1月21日にアメリカ合衆国フロリダ州マイアミのマイアミオレンジボールで行われたアメリカンフットボールの試合。1978年シーズンの NFL 優勝をかけて AFC 王者ピッツバーグスティーラーズと NFC 王者ダラスカウボーイズが対戦した。その結果、 スティーラーズがカウボーイズを35から31で下して4年ぶり3回目の制覇を果たした。MVP はスティーラーズのクォーターバックであるテリー・ブラッド賞が受賞した。この両チームの対戦はスーパーボール史上最多の3度実現しており、これはそのうち2度目の顔合わせである。スーパーボールでの最初の対戦は3年前の第10回で、 この時もスティーラーズが21から17でカウボーイズに勝利していた。過去に一度あったカードの再戦は今回がスーパーボール史上初である。またこの両チームは共に過去二度の制覇を経験しており、この試合で勝った方が当時の史上単独最多となる三度目の優勝を飾ることになっていた。百七十七年六月十四日、ニューヨークで行われたオーナー会議で、 第13回スーパーボールをマイアミで開催することが決定した。1978年シーズンから NFL はレギュラーシーズンを14試合から16試合に増やし、プレーオフ進出チームも8チームから10チームに増やし、ワイルドカードを創設した。スティーラーズ、対戦相手のカウボーイズともに過去2回スーパーボール制覇をしているので、このスーパーボールは、 三度目のスーパーボール制覇をする、初めてのチームの地位を争う試合となった。オフェンスピッツバーグの QB デリーブラッド賞は、レギュラーシーズンで2915ヤード、28タッチダウン、20インターセプトで、QB レーティング84.8を記録し、タッチダウンパスと MVP の2冠を達成した。WR のリン・スワンとジョン・ストールワースは、スワンは61キャッチ。 880ヤード、11、タッチダウン。ストールワースは41キャッチ、798ヤード、9タッチダウンを記録し、チームにロングパスの脅威を与えた。手の負傷のベニーカニンガムに代わり、スターターとなったランディ・グロスマンは、37キャッチ、448ヤード、1タッチダウンを記録した。ランプレーでは、FBE のフランコ・ハリスが7シーズン連続で、 チームのリーディングラッシャーとなり、ランで1082ヤード、8タッチダウン、パスで22キャッチ、144ヤードを記録した。HB のロッキー・ブライヤーは、ランで633ヤード、5タッチダウン、パスで17キャッチ、168ヤードを記録した。スティーラーズのオフェンスの成功は後に、電動入りしたマイク・ウェブスターが牽引した、オフェンスラインが支えた。ディフェンス。 鉄のカーテンの愛称で知られた、スティーラーズのディフェンスはこのシーズン、新しいスターターが複数加わったにもかかわらず、リーグ最小失点、リーグ2位のラン守備、リーグで3番目に少ない早々室ヤードを記録した。DT ジョーグリーン、LG グリーンウッドがラインを支え、プロボール選出の LP ジャックハム、ジャックランバートが2人合わせて、7インターセプトを記録した。 ダンジーが6インターセプトでチームを牽引し、ロン・ジョンソン、メルブラント、ドニー・シェルが記録した分と合わせて、ディフェンシブバックで、トータル11インターセプトを記録した。第1球、テリー・ブラッド賞から、ジョン・ストールワースへの TD パスで、スティーラーズが7から0と先制、カウボーイズは、ロジャー・ストーバックから、トニー・ヒルへの TD パスで7から7の同点に追いつき、第2球マイク・ヘグマンの、 ファンブルリカバー TD で14から7とリードした。スティーラーズは、ストールワースへの75ヤードの TD パス、ロッキーブライアーへの TD パスで21から14とリードして、前半を終えた。第3球に、カウボーイズは、ラファエルセプティアンの FG で4点差に詰め寄ったが、第4球フランコ・ハリスのラン、リンスワンへの TD パスで、 スティーラーズは35から17とリード、ここからビリー・ジョー・デュプリー、ブッチ・ジョンソンへの TD パスで、カウボーイズは14点を挙げたが、反撃もここまで、残り22秒でのカウボーイズが試みた、オンサイドキックが失敗し、35から31で、スティーラーズが勝利した。ブラッド・ショーは、当時のスーパーボール記録となる318ヤード、4タッチダウンを挙げた。彼は、 スーパーボールで4勝しているが、この試合でのパフォーマンスが最も優れていた。2016年2月の第50回スーパーボウル開催を目前に控えた時期、複数のメディアが過去49回のスーパーボウル、すべてを名称部順に並べたランキングを発表した。そのうち、ESPN のジョン・クレイトンは、この第13回を、 1990年シーズンの第25回と2014年シーズンの第49回に次ぐ、スーパーボール史上3番目の名勝負に選んだ。他のメディアでは、ヒューストンクロニクルのグレッグ・レイジャンが第6位、ニューヨーク・デイリー・ニューズのゲイリー・マイヤーズと、ニューズデイのニール・ベストと、サンディエゴ・ユニオン・イコール・トリビューンのエディ・ブラウンが、それぞれ第9位、USA トゥデイのネイト・デイビスが第10位、 スポーツイラストレーテッドのドンバンクスとワシントンポストのジェレミー・ゴットリーブがそれぞれ第11位、ニューヨークポストのスティーブ・サービーが第13位という順位をつけている。ありがとうございます。